いやちょっと場所取ってるな。なんかそろそろ子供用にちょっと部屋を開けたいんですけど、全自動卓がちょっと幅を利かせすぎている。どうしようかな、どう片付けよう。圧迫してるな、収納開かないなこれ違うな。あ、そういえばネットで私なんか見たんですけど、折りたたみ開発してた気がする。太陽技研のみんなが。ちょっと電話してみましょう。あ、もしもし、あ、元気ちょっとあの足、折りたたみの足が欲しいんですけど、あ、いいですか。あ、今日暇です。はい、今暇です。お願いします。するしない。お邪魔します。いやー、いつもいつもすいません。いや、お世話になっております。お電話ありがとうございますなんか折りたたみ足っていうことなんですけど、ちょっとね、子供が生まれて、ね、毎日麻雀はできないので、はい、しまえるときはしまいたい。だけど見てください。あ、なるほど。今のままじゃ収納が開きにくくて。そうですね、はい、ちょっとやっぱ場所取りますね。わかりました、うん、そしたら一度ちょっと折りたたみ足ご用意させていただきますので、一度お試しでちょっと使っていただければ。お願いします、はい、早速そしたら組み立てさせていただきます。お願いします、はい。いや、むしろぐちゃっと入れてもちゃんと入るようなサイズ感にはしてますので。すごい、なんかもう灰入れるの欲しかったんですよ。ですよね、うん、すいません、そういったお客様の声もいただいたのでね、今回声がすごいってよかった、はい、あ、全然余裕だ。そうなんです、めっちゃ簡単に入ります、はい、これこれこれ欲しかったよ。ありがとうございます、そう言っていただけると。そうだね、それもいるよ。いいね、こういったチャックもついてまして、うん、ここに展望とかそういったものもそちらにも当然ついてるんですけども。すごい、はい、レジャーみたい。もう何全て入れることができるので。え、じゃあもうちょっと、はい、なんかもうちょっと全自動卓持ち運べないけど手積みだけちょっとどっかでやりたいってなったら、あ、これ持ってっていただいたら、はい、一式の展望入れたら完璧じゃないですか。もうそれでもうレジャーに持ってっていただいて。考えてるの。いや、考えてなかったです。違うか。ありがとうございます。違うか。考えてたって言う手で。考えてたよね、やっぱり。それで、こっちの折りたたみにするときは必ず中に灰を残さないようにということですね。そうです。はい。展望と、パイは必ず外に出してください。こうなっちゃうってことでしょ？そうです。それは落ちますわ。はい。皆さん、終わりました。多分、カメラアングルによっては全然変わりないなと思うかもしれないんですけども、はい、正直思いました。ちょっと下げていただくと、ここに先ほどご説明簡単にした折りたたみの機能を備えたものがここにございます。ちょっとぜいぜい言ってすいませんちょっと違う。で、あとキャスター部がありますので、で、このキャスターなんですけども、4箇所すべてにロック機能もついてますので、うんうん、ロック機能解除している場合はもう片手で移動できる。ちょっとやってみていいですか。あ、もうどうぞどうぞ。あ、軽い、はい、スムーズですね。なので移動、こういう部屋内の例えば隅に置きたいとかっていう時も簡単にできる仕様になっております。折りたたみ足っていうのはどの商品もそうなんですけど、やっぱ接続部、本体と足の接続部が少なくなるので、うん、本体のガタつきっていうのがやっぱ気になるっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、うちはそういうところも全部考慮しているので、ちょっとやってみていただいても。あ、え、安定してますね、はい、もうガタつきはほぼない、普通の十字足とほぼ変わりない安定感です。で、その理由の一つとしてはこちらにロックネジがあるんですけども、うんうん、これを締めてる状態っていうのもあるんですけども、折りたたむ際はこちらを緩めていただきます。どうなるの？緩めても安定感はもうほぼ、さっきより多少はぐらついたとしても、うんうん、そこまで気にするほどじゃないです。
っていうのと、このロックは外しても持たれても折りたたみができません。っていうのは間違えてこうもたれかかっちゃったりした時にガシャンって折りたたんでしまったら危ないっていうのも考慮してまして、こちらに安全ロックっていうのがかかってます。で、折りたたむ際はこちらを押していただく。で、こういう形になります。すごい、はい、で、たたんだ際も安全ロックがかかっているので自動的に起き上がらないというか、ここにもたれかかってもガシャンとならないようにしてます。すごい薄くなった、はい、で、そういった面の安全面も考慮してますし、こういったところ指が挟みやすい ところですね。そういうところも扇状の形にして指が置けない状態にしているので挟みにくくなってる、はい、おー、そういう設計にさせていただいております。なるほど、はい、私でもできるのか、はい、やってみます。これを押して、はい、はっ、はい、軽い、はい、いっちゃうと思いきやいけない、はい、ちゃんと止まるだいぶコンパクトにもう薄くなるので、めちゃくちゃ簡単じゃないですか、はい、私もう一回やっていいですか。はい、もうぜひぜひぜひ。こんな滑らかなんだ。もっと機械的なガチャガチャするのかと思ってました。その辺はうちの設計者が苦労を重ねて、はい、え、これは本当にいいですね。いや、ありがとうございます。わ、びっくり、はい、で、これで先ほどのようにこう押してやって、で、ロックを、まあ、解除して。いや、これ麻雀卓だって分かんないですね、はい、いや、本当に一見分からないと思います。すごい、見て、薄くなりました。まあ、こうしていただいて、いや、めちゃくちゃ、まあ、逆さにしていただいて、めちゃくちゃこれ、ここめっちゃいいじゃないですか、はい、めちゃくちゃもう子供ここハイハイできますよ。はい、もうスペースがだいぶできると思います。すごい、はい、いや、でもこれでだって運ぶとき大変だったんですよ。私一人で移動できますよ、これは。そうですね。うわ、めっちゃいいじゃん、何これ、びっくりだわ。え、これが今までの料金と変わらず？そうですね、セット料金が12万8千円なんですけども、折りたたみ足、十字足、どちらも同じ価格になっております。1個だけ使えるかどうか分かんないけど聞いていいですか？はい、もともと私と同じタクを買ってる人が、はい、いや、あっちの足のが欲しかったし、あっちのがいいんだけどって言われたらどうするんですか？はい、ちょっと単品だとお高くはなってしまうんですけども、1万5000円で販売させていただいております。変えてはくれない。そうですね、変えてくれないのか。申し訳ございません。古田さん、はい、このタクはどこから購入できるんですか？はい、Amazon、楽天、Yahoo などのアモス公式ショップっていうページがありますので、そちらでご購入していただくことが可能です。あと公式のツイッターやってますよね。あ、そうですね、うちもやってますので。あれ、誰が購入してるんですか？先ほどチラチラ映ってたと思うんですけど、あの人間が。あ、はい、あれ、あの人か。そうなんだ。中の人を、はい、していただいてます。はい、こちらからもね、飛べるので。そうですね、ぜひぜひ、本当に安全面だとか考慮して開発したものなので、胸を張って販売できるものですので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はお電話ありがとうございました。ありがとうございました、はい、すぐに対応してくださる。はい、もう素敵。全然です、ありがとうございます。お帰りください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。